はい、本日は稲尾和久ロッテオリオンズ監督でございます。神様、仏様、稲尾様と言われてね、現役時代ねすごいピッチャーだったんですけれども、私ねちょっとそれは存じ上げなくて、まあ、ロッテのね監督時代の方が印象に残っておるわけですよね。まあそのね凄まじい現役時代のね様子もねちょっとね振り返ってねまずは行きたいと思います。稲尾投手は大分県出身、別府緑ヶ丘高校を卒業後、西鉄ライオンズへ入団。なんとね、1年目からね、21勝6敗、1.06 という防御率でね、新人王防御率1位のタイトルも獲得。そしてね、なんと2年目にはですね、なんと20連勝を挙げる活躍するわけでね、史上最年少 MVP にね、選ばれるわけで、こちらがですね、入団3年目、日本シリーズ第5戦ね、4回からリリーフした稲尾投手がですね、なんとサヨナラホームランを打ってね勝利するの、ね、伝説の日本シリーズですよね。西鉄3連敗の後のね4連勝というやつですよね。そしてですね、6戦7戦とね連続ね完投するというから凄まじいですよね。7試合中ね6試合に投げ、5試合が先発、4完投でね見事西鉄ライオンズ優勝に貢献、 MVP をね獲得されてね、なんとね神様、仏様、稲尾様とね呼ばれたのはねこの当時のことなわけなんですよね。そして入団6年目の61年にはね、なんと78試合に登板、42勝14敗 1.69 というね、もうね絶対にね今ではねできないようなね数字をねマークするわけなんですよね。この年ね42勝の内訳がまたまたすごいんですよね。先発でね30試合に登板、24勝5敗 1.67、 そしてですねリリーフで48試合登板、18勝9敗、まあ今でいうところのねセーブに換算すれば11セーブ 1.73 という成績でね、先発抑えのね、まあ、今でいうとこの二刀流みたいな感じなんですがね、まあね絶対ね、まあ、言ったら先発の、ね、エースがいてね、まあ、リリーフエースが普通今言ったら1人ずついるじゃないですか。まあね、1人ね2役こなしてたというからね凄まじいですよね。登板イニング数はねなんと404イニングスってね、まあ、今じゃ絶対考えられないですよね。まあねそういう酷使なんかもあってね、肘とか肩を痛めながらもね、まあ、その後もね20勝やね2桁勝利をねするわけじゃないですか。なんとね入団からね8年連続20勝で通算成績はと申しますと、14年間で756試合に登板、276勝137敗、防御率ね驚きの 1.98、 防御率1位のタイトルはね5回獲得されてるわけなんですがね、それなんとね全て1点台というからね、これまたすごいですよね。引退しました69年オフ、黒い木事件の、ね、影響なんかもありまして、中西太監督が辞任されて、まあ、32歳の若さで西鉄ライオンズの、ね、監督に就任するわけですがね、稲尾自身もいない、そしてね黒い木事件でピッチャーがいないということでね、こちらのねお写真、プロ2年目となります東尾投手がねなんと40試合登板、11勝18敗などとね若手ということをね積極起用でね、まあ、まあ後にね東尾様としてはエースになるわけじゃないですか。まあ、しかしながらですね稲尾監督はですね、まあ、5年間やられるわけなんですが、西鉄時代はね3年連続最下位、そしてですね太平洋クラブへねチーム名が変わった後もね2年連続4位ということでね、そこでね退任されるわけでございます。3年間のね評論家生活を経ましてね、今度は中日ドラゴンズピッチングコーチへね就任されたわけなんですが、このね中日ピッチングコーチでね私ね印象に残っているのが、こちらのねルーキー牛島和彦投手がですね、まあピッチャー集めてね稲尾コーチが9回2アウト満塁でね2、3フルカウントからね何を投げるかっていうとに対してね、まあさまざまねみんなストレートとかね、まあ自分の得意球を言うわけじゃないですか。しかしね牛島投手がですねどういう状況になってねその状態になった満塁そのカウントになったのかがわからない限りね何を投げるかはね分かりませんと言ったというのがね、なかなかねこうすごいなって思った記憶があるわけなんですよね。そしてね、まあ、中日ドラゴンズピッチングコーチがですね、まあ、藤沢投手やね小松投手なんかもね活躍するわけじゃないですか。84年オフ、その年にね12期間最後のね再開になりましたロッテ山本和義監督がね、まあ、退任するわけで、その後任といたしましてね、まあ、ロッテがですね、まあ、九州へね移転するということ、まあ、2年後ですかね、まあ、条件にということでね稲尾監督がね誕生するわけなんですね。当時はですね、まあ、中日ドラゴンズのねピッチングコーチでは手腕を発揮されてね、まあ、ロッテはねピッチャーが弱かったんでね、ロッテ投手陣を再建してね優勝ということをね願っていたわけなんですがね、こちらのね落合博満選手、そしてね高澤秀明選手ですよね、そしてベロンリー選手、
そして移籍の山本浩二選手などね、この4人はね、なんとね、3割を打つわけなんですよね。そしてね、深沢投手は15勝8敗。そしてね、2年目の石川投手もですね、15勝4敗でね、勝率の、ね、タイトルも獲得。当時はですね、前年83年からですね、1位と2位の、ね、ゲーム差が5ゲーム差以内ならね、まあ、変則の、ね、プレーオフを行うというね、パ・リーグだったわけなんですが、なんとね、8月にはですね、ロッテね、10連勝をしてね、クッとね、阪急にね、迫るわけなんですがね、まあ残念ながらね、2位に終わってしまうわけなんですね。そしてね、監督2年目の86年ね、こちら落合選手とね、こうちょっとじゃれてるようなお写真ではありますがね、まあ、ね、落合博満選手はね、まあ、稲尾監督をね、胴上げするとまでね、言っていたわけなんでね、その落合選手、3割6分7厘、52本塁打、146打点でね、まあ、三冠王の活躍。そしてね、若手でもね、こちら西村選手、横田選手もね、3割を打つ活躍をするわけで、ピッチャーの方もですね、肘の手術から復活しました村田兆治投手がですね、サンデー兆治として17勝5敗のね、活躍をするわけなんですけれども、前年15勝の深澤と石川がですね、なんとね、2勝止まりということでね、この年もね、2位でね、まあ、2年連続ね、2位ね、割るわけですよね。そしてね、3年目はね、優勝ということじゃないですか。打つ方ですね、こちらの落合選手が3割6分50本塁打116打点でね、2年連続三冠王の活躍をするわけなんですが、二冠戦投手陣、こちらのね、水谷のりひろ投手、西田時成投手、まあね、あと村田兆治投手なんかをね、含めましてね、まあみんなね、30代のね、先発ローテーションピッチャーでね、なかなか若手が出てこない。若手で言えばね、こちらのね、期待の田郷ジョージ投手もね、この年ね、プロ初勝利を挙げね、2勝をマークするわけなんですがね、まあ、その後はなかなかね、勝てない。そしてですね、83年就任したオフにですね、まあ、ドラフト1位でね、渡辺久信をね、こっちがいいって言ってね、指名しました比嘉義友投手ね、この年ね、1試合登板するわけですがね、まあね、プロではね、まあ、0勝に終わったピッチャーじゃないですか。まあ、そういうことでね、若手投手陣が育たないということでね、4位にね、終わってしまうわけなんですね。そしてね、こちらの総括を通してね、途中からね、抑えに回りましてね、まあ、11勝5敗18セーブのね、活躍をするわけなんですが、ね、もっと早くからですね、まあね、総括を当初ですね、抑えにね、持ってきていったらね、もうちょっとね、成績勝ったんじゃないかなとね、まあね、個人的には思うところありますね。ロッテのね、九州移転に関してなんですけれども、そもそもね、ダイエーがですね、ロッテをね、買収してですね、まあ、移転する計画だったわけなんですが、寸前でね、まあ、ロッテがね、もう球団やっぱり譲渡しないということで白紙に戻ってしまうわけで、まあ、ダイエーはですね、まあ、その後ね、南海ホークスをですね、まあ、買収してですね、まあ、今のね、福岡ソフトバンクホークスになってるわけじゃないですか。この時ね、大変いいネーミングしてたらね、今のね、プロ野球ね、ちょっと変わったんじゃないかなって思いますよね。そしてね、まあ、そういうこともありましてね、稲尾監督はですね、この年でね、解任されるわけなんですね。稲尾監督ね、退任と伴いましてね、落合博満選手は1対4のね、大型トレードで中日ドラゴンズに移籍してね、有藤道夫新監督が誕生するわけですがね、まあその後ね、ロッテ低迷が続くわけじゃないですか。個人的にはね、もう1年稲尾監督というのはね、見てみたかったなというところはありますね。まあね、しかしね、その後のね、ロッテの低迷を考えますと、まあ、稲尾監督時代にね、もっと若手投手陣が育てられなかったというところもね、まあ一つのね、要因というのもあるのかもしれませんね。本日は神様、仏様、稲尾様でね、西鉄ライオンズでね、凄まじいピッチングをして年間ね、42勝まで上げた大投手稲尾和久、ロッテオリオンズ監督をお送りいたしました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では